フ雨ゴ・マイするは、オーストリアの元サッカー指導者、サッカー審判員。豊富な語学力を駆使して、オーストリアサッカー協会会長や、国際サッカー連盟の理事として活躍、ヨーロッパ大陸で、最も歴史のある、プロサッカーリーグである、オーストリアブンデスリーガや欧州ネーションズカップ、世界初となる、クラブチームによる、国際大会、ミトローパカップなどの創設を自ら手がけ、 ヨーロッパ各国より国家勲章を受賞ヨーロッパサッカーの歴史を語るには欠かせない人物である。また、1930年代には、ブンダーチームと呼ばれたオーストリア代表の監督をも務め、優れた功績を残し、現在でもオーストリアサッカーの父として知られている。マイスルは1881年11月16日に、ボヘミアで貿易賞を営む。 ユダヤ人の裕福な家庭に生まれた。1893年、12歳の時にウィーンへ移住し、ビジネススクールへ入学した。1895年にはウィーン CFC へ入団し、サッカーを学んだが、成人後には銀行員となり、本格的なサッカー選手への道は閉ざした。選手としては体制しなかったものの、サッカーとの関係は途切れず、 1895年に審判員となり、オーストリアを代表する出身として1908年6月10日のハンガリー代表対イングランド代表との最初の国際試合や1912年の夏季、ストックホルムオリンピックにおいて出身を務めるなど、16の国際試合で出身を務めた。また、八カ国語を自由に操る舞するは1907年から、 教会レベルでの国際外交でも活躍、オーストリアサッカー協会やフィ f ファで書くことのできない存在となっていった。1912年12月22日、31歳の時にオーストリア代表監督にも就任。アウェーのイタリア戦で初めて指揮を取った。しかし、1914年の第一次世界大戦の勃発により経歴を中断した。戦後、 オーストリアサッカー協会の会長となったマイスルは、欧州ネーションズカップ、世界初となるクラブチームによる国際大会、オーストリアにおけるプロリーグの設立に尽力した。また、イングランドのハーバート・チャップマンやイタリアのビットリオ・ポッツオラといった指導者たちと交流を深め、オーストリアのサッカーレベルの向上に努めた。1919年から、 再び代表監督の座に返り咲いたマイスルは、イングランドからジミー・ホーガンをコーチとして招聘した。ホーガンは、ショートパスをつなぐ、スコットランドスタイルのサッカーを、ヨーロッパ大陸に紹介した人物と言われている。このことはオーストリアのみならず1950年代に、マジック・マジャールと呼ばれたハンガリー代表にも影響を、与えた。マイスルやホーガンの指導紙を結び、1930年代に、 入ると、オーストリアのサッカーは、黄金期を迎えた。神の男こと、マテアス・シンデラーらを擁した同国は、1931年4月12日の、チェコスロバキア戦を2-1で勝利すると、ヨーロッパの国際試合において14試合連続無敗の、記録を打ち立てた。中でも1931年5月16日に、行われたスコットランドとの一戦、スイス戦、 ハンガリー戦は評判を呼び、ブンダーチームと称された。1931年5月から1934年6月までの3年、あまりで30試合して21勝6分3敗、101得点を上げるという圧倒的な成績を残し、ドイツ、フランス、スイス、イタリア、ベルギー、オーストリアと同じく世界最強代表チームと言われたハンガリーを破るなど、 オーストリア代表の第一黄金時代を作り上げた。1932年12月7日に敵地のロンドンでサッカーの母国イングランドとの一戦はホームでの無敗記録を持つイングランドとブンダーチームの対戦とあって注目を集めたが3から4でオーストリアは敗れ連勝記録は終わりを告げた。1934年の FIFA フフワールドカップイタリア大会では 優勝候補に挙げられたが、ムッソリーニによる主審買収事件により、準決勝で地元、イタリアに敗れ4位に終わった。1936年のベルリンオリンピックでは、プロになれなかった三流選手の集まりと言われた、オーストリアアマチュア代表チームを率いて出場。当初オーストリアのメディアや国民から酷評されたが、決勝戦まで勝ち進んだ。そして決勝戦では1点差で敗れた。 しかし、オリンピック銀メダル獲得という結果を残し、当時のオーストリアサッカーのレベルの高さを証明した。1937年1月24日のフランス戦を最後に監督を辞任したマイスルは、その数週間後の2月17日に心臓発作により亡くなった55歳ボーありがとうございます。